アーティストの坂本。かっこいいね。アーティストって書こうかな、マジで。次。怖いよ、でもちょっとさ、なんか変な人に思われる。いや、そう、でも絶対見てるじゃん、書くってことはね。あ、ね、そうだよ。皆さん、瀬田さんありがとうございました。今は愛知と一緒です。うんうんうん、切ってんの。うん、うん、じゃあ822、ありがとう、すごい。ありがとうございます。1800って、うん、意外とね。なんかさ、もう6年目もじゃん、あの活動。そうだよ、あの5年目って言っちゃったわけ。いや、5年って言ってたから。大丈夫、ありだよ、5年でしょ。そう、ね、そう、5年で6年目になってるわけじゃん。福岡でそんなにね、やばくない。そうだよ、大すごいよね。あれで地方組だからさ、気持ちがわかるね。ね、わかるよ、ほんと。ご飯行こう、また、ね、行こうね、マジで。ではランキングは、13位ひろゆきさん、12位国翔さん、11位パケさん、10位ドームさん、9位なおさん、8位有丸ちゃん、7位やすさん、6位たかっぴさん、5位クロちゃん、4位あおいちゃん、2位、3位ほくぴぐさん、2位ぞうきんさん、1位だいちゃん、ありがとう。あ、ゆえるさんとさ、さやちゃんと4人でご飯行こうって言ってるのよ。そう、行きたいね、行こう。ありがとうございます、皆さん、お疲れ様で。ちょっと SNS アップしますので、メールとかチャットも送りますので、お待ちください。お待ちください。バイバイ、お疲れ様、またね、ありがとう。バイ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 、私も30分配信して帰る、うん、バイバイ。じゃあね、ちょっとゆったり休もう。バイバーイ。バイバーイ。ちょっとケーキをこっち持ってきて。うん。あ、ごめん。ありがとう。ちょっといただきました。どうぞ。すごいね。生チョコはうまいな。バイバーイ。じゃあね。ありがとう。じゃあね。じゃあね。お疲れ。お疲れ。ラジオ聞かないと。じゃあね。バイバーイ。皆さん本当にありがとうございました。今日は生誕さんありがとうございます。ありがとう。楽しかったですか？私はもう本当に楽しかったんだけど、あの本当に一個言い忘れちゃったことがあって、あの本当にごめん、あのアイアー選抜の11位、本当にありがとうございました。それをスピーチで言い忘れた、ごめん、もう本当にごめんなさい。それごめん、でも本当にそのあさってなのに忘れ、もう生誕祭のことで頭が精一杯すぎて、あと待ち上がれがもう大きすぎて、本当にごめんね。そのアイア選抜のことをスピーチで言いそびれちゃったんですけど、気づいた人いますか？あれ、アイアはって、ゆえるちゃんに終わった後、リのスピーチ大丈夫だったかなって言ったら、アイアはって言われて、はぁーって思ったんですけど、アイア選抜もありがとうございましたってことで、ケーキを食べます。楽しかったですか？で、マネージャーさんにあげます。いっぱい笑いました。私は意外とさ、ファンの皆さんが楽しかった、母タワーありがとう。しかもすごいタワーありがとう。陽介さんもタワーありがとうございます。今日はでも緊張はしてなかったんですけど、
ファンのみんなのことはめちゃくちゃいっぱい見えたかって言ったら見えなかったかも。でも楽しそうだったでしょ。ピンクのセーターのティーも嬉しかった。なんかみんなが頑張ってきてくれて本当に嬉しかった。自己紹介の並びであのユニットは想像できませんでしただって。私がみん私の好きなところ自己紹介の地位を聞きたかったから、クリナのケーキですこれは、聞きたかったから2列目にしました。アクセルかと思ったでしょ。久々に見るファンの方も結構いっぱいいらっしゃって嬉しかったな。クリナって炎上路線するかと思いましただって。楽しかった。何がしたっけ私。全部嬉しかったんだよね。もうみんなが私のこと楽しんで応援してくれたらもう私はもう本当にそれで嬉しいです。もう本当に自分の言葉で伝えるのもすっごい苦手だけどさ、楽しすぎましただって。よかった。20分くらいまでしようかな。みんなたくさんいつも本当に応援ありがとうございます。本当にありがとう。気をつけて帰ってね。本当にファンのみんながいっぱい来てくれてて本当に嬉しかった。本当に嬉しかったです。あ、生誕のお花持ってくればよかった。どうしよっか。忘れちゃった。生誕のねフランスタがね本当に可愛くってね。え、タマまた立ってる。
ひろとくん、ありがとう。初めてのタワーじゃない？タカさんもタワーありがとうございます。ありがとう。タカさんいっぱいありがとう。ありがとう。タワーが立ってる。ありがとうございます。初めてタワー投げてるね。そうだよね。ありがとう。今日もニコニコ嬉しかったです。待ち合いぐらいのフラストが可愛すぎてメンバーから超好評でした。え、ひのちゃんのファンの方ってこんなにセンスがいいのって。だってみんなよかったねよかったね。もう私のファンの皆さんは天才です。私がもう好きでやってほしいことを全部叶えて、こんなに優しくて素敵な方は宇宙に皆さんしかいないと思ってるんですけど、ありがとう本当に。あ、またネックレスさせて。今日ね、目もキラキラにしてもらったんだよ。ほら、わかるかな。あ、ほら、キラーンってここ。ほら、キラーンってしました。今日もう全然スマホ見る時間もなくて、一日気づいちゃったら終わったんですけど、6月もありがとうございました。こんばんは、だってこんばんは。イブちゃんからの髪も可愛かったね。もう可愛くて、もうずっとイブキはずっとずっと変わらなくて超可愛い。いのちゃん推しでよかったです。だってありがとう。自己紹介で間違いでと起きてをかけたのはハテナだったかな。だって自己紹介で間違いでと、難しかった。もう起き上がれって言ったってこと？起きて、ようちゃん起き上がれって言った？みんななんて言ってたっけ。あの中盤曲の時にハートになってくれたことが本当に、ハートがなってたのもすごかった。命の意味、あ、起き上がれって言ってたんだ。分かんなかったわ。確かに起き上がれって言ってた気がするね。あのなんサボテンの時も言われたね。いのちゃん起きてって、起きてるよって言ったんですけど、全部全部嬉しかったな。ドファンのみんなもずっと私のこと見たくやっててって思ったんですけど、全部嬉しかった。ハートも見えてた中盤曲の時。言うタイミングがでもその中盤の美しきものの時じゃなくて命の意味だったから、ちょっとなくて言えなかったんですけど、みんないっぱい考えてくれてありがとうね。幸せだったよ私。卒業するみたい幸せだったよ、幸せですよ毎日本当に。でもなんか一大イベントじゃないですか、こうやっぱ自分が活動してる中で生誕祭ってすごい一大イベントで、やっぱスピーチとかもあるし、まあお手紙も、お手紙、ゆえるちゃんのお手紙感動しちゃったね本当に。めっちゃ感動して、私
なんかやっぱ涙とか弱いんですよ。私ファンの皆さんのお手紙でも泣いちゃうんですね、よく。本当になんかだからやっぱ文字にして伝えてくれると心動かされるなと思うんですけど、本当にゆえるちゃんのお手紙がもう私にとって、私と本当に同じことを思っててくれてて、私も一緒に横にいてくれてありがとうっていつもあるし、もう本当に横にいるともう一番最高に楽しいので、もっと私たちのこと知ってほしいなって思うし、本当にあの移籍しないでよかった移籍しないでよかったゆえるちゃん。もう私本当に移籍するのかと思って、私の頭はそれしかなかったんよ、ゆえるちゃんが元気ないみたいな。でめっちゃ48グループが移籍発表してるみたいな、でそれでね、本当に移籍するのみたいな、もうめっちゃ真剣にもう2人で事務所にね登る階段があるんですよ、そこでリハ前だったかな、話したの。でも真剣、もう私にとっては超真剣、もういなくなったらどうしようみたいな。なのでこれからも仲良くします、ずっと仲良し。感動しましただって、イエルちゃんの手紙、隣の人から泣いてましたねって気づかれた方、泣いてましただって。私も泣いちゃったもん、私も泣いてたでしょ、私も涙しちゃったもん。なんか初め笑いながら来たからうわーとか思ったけど、もう引き込まれちゃったね。でもそれがもう彼女のいいところなので、本当にいつもいいところにいてくれてありがとうって感じなんですけど、お手紙嬉しかったな。私も上手にスピーチできてたかな。なんかめっちゃ難しくて100点満点のこと言えなかったんですけども、ファンの皆さん、ファンの皆さんが大事だよって、もう本当それです。アイアライブだけ、アイア選抜だけ忘れちゃったのがもう本当にごめんなさいって感じなんですけど、アイア選抜もありがとうございました。それだけ忘れちゃった。なので生誕祭っていう一大イベントが終わっちゃったんですけど、これからも、まあ、1年はねその生誕祭に絶対に来ます、あとの公演はいけないんですっていう方もいらっしゃったりするんですけど、本当に皆さんが会えるタイミングで私に会える時にいっぱい会いに来てほしいなと思うし、私をしてて本当に良かったなって思えるような1年にしたいと思いますので、それは毎年言ってんだけど、毎年もっともっと今年はこれできたから来年はこういうことファンの方にしてあげたいなみたいな、そういうのもいろいろあったりするのでよろしくお願いします。ではちょっと今日はこの辺で終わりにして、また明日にしましょう。6月もありがとうございました。タワーもありがとう。今書きたいとこなんですけど、紙がなくて、あ、いたたたた、私今日低気圧にやられてた、頭がずっと痛くてさ、ありがとう。
ありがとう。まさか黒板消しないのね。前あったのにね。ありがとう。キラーン。ありがとう。続いてタカさん、こ事務所ってここで書いてるんだね、珍しいタイプ。タカさんありがとう。キラーン。ありがとうタカさん。続いてここめっちゃ漏れてるくない？続いて最後にひろとくん、初タワーだって。初タワーありがとう。キラーン。ちょっと初タワーはこれで申し訳ないんだけど、激レアってことでラッキー。ありがとう。はい、では今日はラジオ聞かないとなので、皆さんラジオ聞かないとを聞いてください。さっきもアイチーと話したんですけど、本当に本当に面白いので、ちょっと生誕祭でねちょっと疲れちゃったなって方もいるかもしれないんですけど、ぜひラジオ聞かないとを聞いて実況もよろしくお願いします。それまでして生誕祭です。本当にベッドに入りながら寝てください。はい、ではランキング見たいと思います。13位がチャラーン、ボーダー。12位がドマさん、11位がニコラス、10位がエウリカ、9位がヤスさん、8位がカズッピ、7位がフラン、6位がノブリン、5位がタセボンテッチャン、4位がタカさん、3位がリョウスケさん、2位がヒロトくん、1位が母でした。ありがとうございました。あー、ありがとう。すごいね。前もさ、あの席じゃなかった？前もさ、あそこのさ、席だったよね。初めて劇場来た時。1列目だったの、今日。ねえ。そうだよね。私のこと近く見えてありがとう。はい、皆さんありがとうございました。そして6月も、生誕祭も、本当に本当にありがとうございました。皆さんありがとう。福岡にね、今日遊びに来てるよって、私のね、生誕祭のために、遊びに来てるよって人はぜひ楽しんで福岡帰ってください。美味しいものもいっぱいございますので、食べて美味しいものがあったらぜひ私に連絡してください。教えてください。本当に本当にありがとうございました。6月もありがとう。またショールームゆっくりしましょう。ありがとうございました。では SNS で更新します。バイバーイ。